こんにちは、ゾシンです。今日は前回作成した TIFA1 のジオラマ、少し足りない部分があったのでそこをレタッチしていく、ただそれだけの動画です。こんな感じで空薬莢を配置してあげるとジオラマ的にもいい感じに生えてきますね。それでは作っていきましょう。ちなみにこちらが35分の1ドラゴン製のドイツ兵についてくる団体になります。プラスチックでここまでの再現度があるのはすごいことですが、この精密さでバリ取りなどをしないといけないのはなかなかの苦行ですね。ランナーから外しただけだとこんな感じになります。こちらを参考に今回は100均やホームセンターで手に入る金属の線を用意してみました。今回は太さや材質が違う3種類のものを用意してみました。前提条件として全てゴールドの色調のものを用意しております。100均の手芸コーナーにはこのようなものも備えてありますので、ぜひ覗いてみてくださいね。このタイプのものは絡まりにくそうでありがたいですね。本命の真鍮線、こちら昔は100均にも売ってありましたが、最近はなかなか見かけませんね。ちなみに私は昔からこの真鍮線を空薬莢として使用しております。では実際に35分の1の団体に合わせてサイズ感を確認していきましょう。まずは100均で購入した銅線です。実際に合わせてみるとどうでしょうか。少し小さいような気もしますね。今回はご縁がなかったということで、エントリーナンバー2番、こちらも100均で売ってあった金属線ですね。サイズ感的には悪くなさそうですが、ほんの少し小さいんですかね。悪くはなさそうな気がしますので、第一候補として保留しておきましょう。続いては約束された大勝利、真鍮線を使用していきましょう。動画で見ると少し大きく見えますが、これがドンピシャなサイズですね。7メートルも入って300円程度なので、コスパ的にも問題ないかなと思います。それではこの真鍮線を空薬莢のサイズにどんどんカットしていきましょう。 4,5 本まとめて切っていく方法以外に、何かかなりこの方法だと楽に製造できますよみたいなものがあればコメントで教えていただければと思います。この作業がとにかく面倒くさくて仕方がないですね。時間をかけてもこれだけの量しか手に入りません。根気強く作業を続けていきましょう。機関銃の弾薬の空薬莢をこんな感じで再現してあげることができました。やると決めた時にやっておかないと本当に嫌になってしまう作業ですからね。ストックできるものはこのように作っておきましょう。では今回作成したこの空薬莢を前回作成したジオラマベースに配置していきたいと思います。皆さんご存知かと思いますが、こういう作業は歩兵を配置する前にやるべき作業なんですよね。やりにくくて仕方ないですよね。ここで大事なポイントなんですが、空薬莢を配置する際にはその銃の配莢の向きを必ず考えるようにしましょう。どの方向に空薬莢が出るのかと、その空薬莢がどのように転がるのか、そこは考えた方がいいですね。続いては足回りを汚していきます。完成品を見ていましたが、クルスク線の割に足回りが綺麗すぎるような気がしましたので、もう少し汚していきたいと思います。この作業については本当はもっと丁寧にやるべきだと思います。土を乗せたい部分だけ水溶きボンドを乗せて、その上にこのように粉を振りかける、そういった方法もあれば、逆にピグメントを置いてから固定させてあげる、そういった方法もあったりします。今回やっているのは水溶きボンドをかけたところに粉を振りかける、それを無理やり落とすといったかなりの力技です。なのでおすすめしません。おすすめしないはずなんですけれども、なんとなくうまくいきそうな気がするんですよね。足回りの汚れに関しては正直もっとぐちゃぐちゃなものがあったりするので、かなり適当にやっても問題はないかと思います。この作業用の白いシートは画用紙で代用できます。少し控えめにしつつも、足回りとスカートの上のあたりに土を持っていきます。足回りの汚れはもちろんなんですけれども、砲弾が飛び交うこの戦場では舞い上がった土をかぶる場面は多々あったかと思います。なので汚れているティーガーを表現してあげるのは大切なことだと考えられます。その反面、模型的なことを言うならば、砲塔周りをあまりにも土汚れをつけすぎるのはよろしくないかなというところがありますので、そこは控えていきたいと思います。こんな感じでレタッチを終わらせていきたいと思います。完成した後の作品であっても、このように手直しすることは大事になってきますよ。ということで、こんな感じで足回りをぐちゃぐちゃにしました。少し色調が明るく感じてしまうので、またそこは塗装し直す必要が出てきましたね。こういった時にはウェザリングカラーがもってこいですね。
空薬莢についてはこんな感じって言いたかったんですけど、草のパーツと少し見分けがつきにくくなってしまっていますね。肉眼で見た時は多少の違いはわかるんですけれども、少し見にくくなってしまうのが残念です。使用するモデルからどのような弾薬を使っているのかを想像することで、ガンプラなど他のジャンルのジオラマにも応用することができるので、ぜひとも真似してみてくださいね。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。